とりあえず暫定的にモーターだけ動かしてみて、そうだね、その後で細かいところを詰めておいて、まあ、動くことだけ確認してくるでしょ。で3年間動いてなかったベビコンの修復作業です。ビヨン。69年の8月っていうことは55歳4歳。本当だ、シリアも頭が6級カーだ。でこの1705364とかこの年の8月までにもう作ってたりするわけ。170っていうのが何かの別じゃないかな。だよね、きっとね、こんな作ってないよね。170万台170万5364機作らないよね。作らないくら6級が年度だとするといくら高度成長期でもね。あ、まだだって東芝の前で東京芝浦エレクトロニックですもんね。多分あれだね、その5364機目だろうね、きっとね。そうですね、この年のね、うん、年号が分かんないね、うん、でも同じ東芝で、うん、あのパターンだとこの94っていうのが頭の年式かなと。ああ、え、シリアルどこなの？ここに。あ、あったあったあった。見づらい。あ、本当だね。逆回りだったね、まあ、ベビコンどっち回りでも使えるらしいわ。さすがツーストーン。あー、はい、行きます。はい、大丈夫みたいですね。おー、はい、お、水が出てきた。結構です。
せて無事に OK だね。止まったね。回転直して、そうだ、正しい接続だったんですね。そう、正しい接続だった。こっちの3層のなんか導入が逆層になってんだね。しょうがない、ここに合わせておかないと。他のも、この例えばあのスイングハラーが来た時も、要するに 逆回転したじゃない、はい、だから こ, んちこの中逆層なんだよね。ハワーかひっくり返して、これで順回転で回るはずか。はい、いや、ずっとこの通りで逆回転で使ってきてたのね。上についてるの便利ですね。うん、横よりこっちの方がいいね。いきますよ。いや、でもおかげで綺麗になりました。無事復活して。あ、そうだよね、なんかこれ繋いでおいて電源スイッチ入れればね、用意します。